IoT をはじめとするデジタル化の進展により劇的に変化する社会や産業構造、それに伴いこれまで実現が難しかった新たなサービスを提供できる環境も整いつつあります。そうした中、人々の暮らしを支えている鉄道業界への期待も一段と高まっています。デジタル技術を活用した社会イノベーション事業のさらなる進化を目指す日立は、お客様に新たな価値やサービスを創出することで社会やビジネスにイノベーションを起こし続けます。わあ、綺麗な桜、週末はきっと満開だな。誰か見てくれるかな。Hi, Mom. It's the Easter holiday tomorrow. Wow, these cherry blossoms are beautiful. I bet they're by my grandma's house. Hey, Mom, did you get the tickets for Japan yet?Don't forget our plan to buy some cake there. 旅行する時期や好みに合わせたプランを需要に応じた料金設定によりワンストップで提供できます。あ、今から直進だ。 Emma, so I'm traveling to Japan next week, and since we have the same name, I feel the call of destiny. Should we meet? え、本当に？もちろん会いたいよ。楽しみにしてるね。Emma, I have arrived in Japan. 着いたんだ。早く会いたい。 Yeah, me too. I'll let you know when I'm close by. 個人に合わせた適切な経路案内で迷わず移動できます。 So the station's that way. Oh, but before that, I plan to buy some cake. Wow, that looks so good.手をかざすだけで個人を認証し、精算。手ぶらで駅構内外のサービスを利用できます。混雑状況を見える化することで、空いている車両や乗り換えに便利な車両の案内も行えます。より高度な安全輸送を支える自動運転。It's nice. ダイヤに合わせた運行だけでなく、混雑状況に応じたフレキシブルな運用を行うことで、スムーズでストレスのない移動を実現します。まもなく東京。We will soon be arriving at Tokyo.I think I left the cake I bought in the train. 何かお困りですか? I left something on the train. It's a paper bag about this size. You left something on the train. Don't worry. Let me contact the lost property office. より便利に、より快適に。列車内はもちろん、改札、ホーム、駅構内に至るまで、旅客一人一人に寄り添ったサービスを日立の技術が支えていきます。急病人の救護のためただいま運転を見合わせております。 The train is temporarily suspending operations for assisting passengers with medical emergencies. 旅客一人一人に合わせた情報提供はもちろん、地震や火災、急病人など輸送トラブルの情報も一元管理。影響範囲や復旧時間を予測し、運行計画を自動で修正、運行や旅客の混乱を低減します。通常運行中も設備や車両の状態をモニタリング。
より安全安心に。日立はメンテナンスの効率化に向けた保守業務の改善サイクルを支えていきます。日立が考える駅はビッグデータを分析することにより町や地域に暮らす人々とともに成長します。さまざまな技術とソリューションで省エネにも貢献し、町全体をよりきれいに、より元気にしていきます。I do hope the cherry blossom is in full bloom. うん、きっと満開だよ。一緒に見るの楽しみだね。お客様と共に鉄道の未来を考え、より豊かな社会の実現に貢献するために、日立は IoT 時代のイノベーションパートナーとして、さまざまなデジタル技術を活用し、新たなイノベーションに挑戦し続けます。